はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、列車合体シリーズ特急列車11デラックスビルド大王です。はい、これは特急6号専用の列車で、レインボーラインの中でも最新鋭の車両ですね。ショベルとかクレーンがついてて、建設車両っぽいデザインになってます。裏側を見ると、列車状態とロボット状態以外にもさらなる合体もできるようですね。しかもビルド列車単体で84センチもありますから、かなり長いですね。では早速レビューします。はい、中身はこうなってます。ビルド列車の2編成とクレーンパーツです。まずは1編成目のここのパーツにクレーン部分をカチッとはめれば完成ですね。3両1編成になってて、これだけですでにかっこいいですね。オレンジの成形色をベースにグレーとか白で塗装されてますね。で、先頭車両はパーツを引き出せばこのようにショベルが出てきて稼働しますね。真ん中のクレーン部分はヘルメットの形になってて360度回転します。パーツを伸ばしたりとか、そういうギミックはないですね。あくまで回転するのみで、この中には顔のパーツが隠れてますね。さらにこの1編成を3両に分割することもできますね。そして2編成目、これはさらに巨大なんですけど、一応設定上は3両1編成でパーツを引っ張れば分割することもできます。このレール型のキャタピラーっぽい部分はテレビのように稼働はしないですね。ただ造形はなかなか細かいです。各車両とも車輪がついてますから、転がし遊びもできますし、ここにある連結パーツを出せばこのように前後に連結することもできますね。ちょっと画面には収まりきらないですね。それくらい長いです。そして車両の真ん中にジョイントパーツがありますから、これを合体させれば、はい、ビルド列車の上下連結状態です。ビルド列車っていうとこの状態ですよね。こういう2階建てっぽい列車は今までなかったですから、これはかっこいいですね。もちろんこの状態でも転がし走行できますし、ショベルやクレーンも稼働しますね。引っ張れば簡単に取れますし、一応ここを滑らせてテレビっぽい連結をすることもできます。ちなみにこの状態で他の列車と比べると、ディーゼル列車と長さは大体一緒で、レッド列車に比べると 1.5 倍ぐらいありますね。やっぱりかなり大きいです。ではビルド列車からロボット状態のビルド大王に変形させましょう。下の列車のこのオレンジのスイッチでロックを外して車両を回ります。反対側も一緒です。ボタンを押して車両を下に、さらにこのスイッチを押しながら足首を回ります。こちらも一緒。そして足を回転。下半身はこれで OK で、上半身はシンプルに両腕を下に倒せば完了です。最後はクレーンパーツを前に持ってくれば、完成、ビルド大王です。はい、列車の付け外しは全くなくって、超簡単に変形しましたね。特急は5編成で、ディーゼル王は3編成だったので、2編成のビルド大王は一番お手軽に変形しますね。はい、全体はこのようになってます。後ろまでちゃんとデザインされてますし、ロボット状態のプロポーションは一番いいと思います。はい、近くで見ると、こんな感じ。文句なしにかっこいいですね。可動は両腕の付け根から動くのと、さらに水平に稼働しますね。腰は完全固定で、下半身も固定ですね。ただ変形の兼ね合いで、腕のパーツはここまで稼働しますから、絶妙な位置で角度をつければ、ちょっとしたポーズも取れますね。ただここは回転しないんですよね。顔は近くで見るとこうなってて、ちょっと特急王に似てますね。クレーンパーツを外せば、ヘルメットっぽさが増して、特急6号のようですね。そしていつも通り、両腕の列車は外れますから、どんな列車とも連結可能ですね。とりあえず公式の合体は、右腕がビルド列車で、左腕をドリル。はい、これでビルド大王ドリルですね。公式合体ですから、さすがにかっこいいです。では適当にビルド列車に戻して、ここに手のパーツがありますから、消火アームとポリスガンで、ビルド大王ファイアーポリスです。左腕は拳になってますから、ちゃんと武器パーツを持つこともできますね。ただ右腕は角度の関係で、ポリス列車が水平になってます。タンクとカーキャリアを使って、ダイナミックな列車合体もできますね。ビルド大王は割とどんな列車をつけても案外ハマりますね。特急王みたいに下半身も連結したいんですけど、パーツの形状がこうなってますから、この形状じゃないと列車合体はできないですね。はい、特急王とディーゼル王と並べるとこうなります。高さは3体とも大体一緒ですね。でもそれぞれにカラーリングが全然違いますから、もう並べるとレインボーカラーですね。ではビルド大王から列車状態に戻します。ショベルを畳んで、
両腕を水平、クレーンも戻して、つま先もロックを解除しながら戻します。で、回転させて、ロックボタンを押しながら、展開。はい、数秒であっという間に戻りました。これは本当に簡単ですね。それではビルドレッシャーの先頭車両を使って、特急チェンジャーで音声確認します。特急チェンジ。列車召喚。乗り換え変身。音声は前にレビューしたアプリチェンジャー付属のビルド列車と同じですね。一応アプリチェンジャーでも変身します。特急チェンジ。はい、ということでデラックスビルド大王とビルド列車を紹介しました。列車状態でも上下や前後に連結したり、ショベルとかクレーンとかギミック満載でしたね。変形もお手軽で、ロボット状態も相当かっこいいですから、完璧な商品ですね。以上、列車合体シリーズ特急列車11デラックスビルド大王の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。